でね、お次は、え？そんなことで？っていうふうに思われるかもしれないんですけど、初めに言ったように、人間年を取れば取るほど、割合は人によって違うんですけど、まあ、大多数がね、後ろにちょっと倒れやすいというか、尻もちをつきやすいっていう人がやっぱ増えてくるんです。後ろへのバランスが弱くなって多いんで、それのね、一番簡単にやれるようなメニュー、動きは簡単だったけど、苦手な人からするとこれやるのね、ちょっと難しいと思います。何かっていうとね、まあ普通にまだこう持ってもいいんで、やってもらいます。立ちましょうか、皆さん。いいですか？だったら、こっから要はね、座るっていう動き、ここからね、座っていくっていう動き、これをね、できるだけゆっくりしっかりやってあげる。持ってもいいから、まあ、立ちますよね、こうやって持ってもいいで、ガッと立ってもいいんやけど、立ったらそっからできるだけゆっくり座っていく。これはね、要はお尻を後ろにこう動かしていく動きなんで、これで後ろへのこのバランスになる。めっちゃ難しいです。もう手離してね、ゆっくりこうやって座ってこれる人は、かなりね、バランス、大丈夫です。うまいことやってる。うん。結構ね、これ難しいんですよ、苦手な人は。もしやれる人であれば、まあ、持ってあげて、ゆっくり、できるだけゆっくり、ここのお尻がちょっともうつくかなっていうところが、まあ、筋肉も結構偉いんですけど、後ろにギョっていうバランスも結構こうついてくる。はい、ここでもちょっと気をつけてほしいのが、スムーズイーラビオ、体があんまり前かがみにできるだけならんように、無理に起こせとは言わんけど、例えばね、こんだけ前かがみになってこうやっちゃうとね、頭とかの重みが前へ行っちゃうから、後ろへのバランスっていうのがね、だいぶこう減っちゃうんですよね。動力的に前にこんだけ体重あれば、ね、後ろに倒れる心配がかなり減るので、重みが前へ行くから、えで、できるだけ起こしたまま言う上に座ってほしい。このまま言えばね、頭の位置がね、ちょっとこう斜め後ろぐらい上げていく感じ、結構難しいですね。はい、これもね、ぜひやれたらやってみてください。これもね、結構おすすめ。やっぱ立てるんだけど、なかなか座りにくい、やっとスンといっちゃうわっていう人が多い。で、今回のね、お悩み相談の方も、スリッパは履けるんだけど脱げない、結局後ろへ前に行ったり立ったりとかはやれる。やっぱ座るとかスリッパを脱ぐとか、後ろの行動はね、だんだんみんな苦手になってくるんですよ。なのでね、その辺の練習としては、まあ、一番ね、こう動きとしては簡単なんですね。立ち座りだから、人間誰しもがこう普段やってる、今までもやってた動きなんですけど、意外とね、ここもね、丁寧にやるとかなり効果出る。人はめちゃめちゃ出る。ここでできるだけ前かがみにならないようにゆっくり座ってる。もうこれで苦手な人、うわーって後ろ行っちゃうんで、まあ、ご家族の人とかね、誰かいたら見てもらってもいいし、まあ、私一人しかやれんというのであれば、もうしっかりなんか持ってあげて、まあ、手すりとかあったら持っていいし、まあ、できればこうテーブルとかね、しっかり持ってあげて、で、次こう、お尻で、椅子を座ってたところに、数。Yeah!